あ、ごめんなさい、もう回してんですね。イエーいや、先に言うの、先に言うの、それ俺のイエーってことですね。いやーということですね、はい、いやもう最近ちょっと雨続きですね、ひどいです。ちょっと何日連続雨ですか？1週間くらいずっと雨ですよね。そんなことないでしょ、昨日晴れてた。なんで急に天気、いや昨日ちょっと降ってましたから、ちょっと降ってましたから。降ってました、昨日。昨日、ほら降ってました。2対1。そんなこと言わないでください。どうも、レイブルサッカー部です。はい、ということですね、はい、今日はですね、ちょっと屋根付きのコートで撮影していきたいなということで、はい、ちょっと最近 SNS でめちゃめちゃ流行ってるペットボトルキャップチャレンジって知ってます？なんすかそれ。さっき先見とったやん、お前ら。なんでさ、それって言えって言われたんだよ。誰お前だよ。やめろや、もうやめろや。最近ね、ペットボトルキャップチャレンジっての流行ってまして、はいはい、こちらにこうペットボトルがあるじゃないですか。で、このペットボトルをあらかじめこう緩めといて、こう足でこう蹴って、うん、パーンって全然できてない。パーンってこう外れるか、あと手とかこう、うん、パーンとか、あ、でもバスケットやってる方だったらバスケットボール当ててこうファーンとか。なるほど。まあいろいろあるわけですよ。僕らはやっぱりサッカー系チャンネルなんで、僕ら今日はこのペットボトルキャップチャレンジを、ここにあるこのサッカーボールを蹴って当ててキャップを取ろうかなと。なるほど。いうことで大成。あれ、俺声枯れてるみたい。今初めて知った自分が枯れてることに。キックでペットボトルキャップチャレンジ、はいよ。さっきはちょっとこうちゃんがね、恥ずかしいのがチラチラ隣のコート見てるんですよ。僕の声が恥ずかしいのか、いや俺よりもそれ仮面の方が恥ずかしいから。まあ、で今回そのルールとしては、普通に置いてそのサッカーボールで当てるってなると、まあ、倒れちゃうじゃないですか。うん、なんで誰か一人こう持ってる人が必要なんですよ。ああなるほどなるほど。お、恋一番に第一声上げてくれた君。ちょっと待って、君ですよ。そこまでは聞いてないっすね。第一声そんな元気よく、ああなるほどって言ってくれたそこの君、おめでとう。おめでとう。お断りします。おめでとう。こうちゃん、やっぱ元キーパーなんで反射神経はいいと思うんですよ。関係ある、それ。で、しゃがんでください。これを頭に乗せてもらいます。僕はそれをある程度の距離から蹴って当てて、うん、落とすという感じのルールでやっていきたいと思います。いや、思いますじゃなくて、最悪本当に危ないんで、本当冗談だけで皆さん真似しないでほしいんですけど、実際あやべえなと思ったら手で押さえたり避けてもらっていいんで。まあ言うてもね、大丈夫ですよ。急に痛くないんで、別にシステムやってますもん。システムやってるんで、うん、大丈夫ですよね。乳首なんかちょっとこうピッてやるぐらい。ペットボトルチャレンジいきましょうか。いきましょう。行きましょう。キックオフ、キックオフ。はい、ということですね。じゃあそれでは早速ペットボトルキャップチャレンジスタート。お兄さん、キャップもう落ちてるんですよ。じゃあ行きますよ。乳首キャラ、お前自ら乳首キャラ進んでやっとるやん。今回はですね、ちょっと今日のこのペットボトルキャップチャレンジ、 TikTok にも動画として上がるので、一応 TikTok 用のカメラもケンちゃんにお願いして撮ってもらってます。いきましょうか。じゃあ全世界に俺たちの凄さを配信してやろうぜ。おいやーピン。やべ、怖っ。俺もう人に当てると思うと怖っ。今コーチャーは知らなかったけど、ね、押しだってコーチャーケンちゃんの肩にザーッと強い。いやこれ怖い、無心では蹴れない。俺もこれどう戦うかだな。行くぜ。ちょっと強いめちゃくちゃ怖いんだけど。ピッ。怖っ。怖っ。今ケンちゃん危なかったな。コウちゃんなんか全然、コウちゃん逆にできてもしてないもん。逆に俺はこの状況を楽しんでいる。ピッ。うわー、動かねえ。動かないんだけど。やばくない？こうやってやってる、ここ行ったのに。どういう修行したの？実はピクってしてたよ。あー、クロスか。やばい、むずい。サッカーで言ったらこの距離ってさ、浮かしてパスしないじゃん。ゴロでいいからさ、なかなかむずいのよ。難しいね。
と思った。かすってたよ今。かすってたよね。うわうわあ、ちょっと弱い。プレッシャーがすごい。当てる、これは絶対当てるんよと。うわうわぁ惜しい。さっきからずっと惜しい。ずっと惜しい。ずっと惜しいんだ俺。ずっと惜しい。惜しいで終わらせねえから。あ、高くなってたけど一番強いで。やれるやれるよと、自分にやれるよと3度負傷する。あー、クロスだよ。ピン来た。うわっ、うわっ、見て見て。いや、なんで動いてないの。ほら、ほら、キャップ取れてるっしょ。そこのほら、キャップ。あれ、うわぁ、うわぁ、まだ。よっしゃでしょ。ですよ。なのにあなた当たった瞬間これだからね。歓喜はどうした。歓喜は感情がなくなっていない。やったじゃんマジで。すげえ。ちょっと動画ケイタ見ましょう。ケイタの動画いったでしょこれ。おお、マジで綺麗に当たってない。綺麗にくるくる綺麗に当たってる。綺麗にいってるよこれ。すごい。横スーってなってるよ。すげえ。すげえ。おお。うわあ。ありがとう神。